市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。勸玄君が体調不良の中で舞台へ。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが13日自身のブログを更新。長男の新之助こと勸玄君について記しました。今月12日、勸玄少し体調良くなかったので、ウイロウリを私がするかもしれないと勉強してましたと。2月、みそのだ大歌舞伎内の昼の部の演目ウイロウリを勸玄の体調不良のため自身が務めることになるかもしれないと報告。その後が元気になってくれたので、今みそのだ行きましたほっと体調が戻ったことを明かしていました。続けて更新したブログで、今日は勸玄の正念場と綴り、昼の部終わりほっなんとかなりましてよかったですと安堵、自身は夜の部へと挑みました。すべての演目を終え、團十郎さんは今日はなんとか乗り越えて嬉しいと心境を告白。勸玄少し疲れが出てクロスだったのですが、持ち直してくれてほっとしてます。とにかくほっとしてます。ありがとうございますと涙する絵文字を添え、感謝、本当によく頑張ったと思いますと息子をたたえ、今日はウイロウリの後にめちゃくちゃ抱きしめましたとしました。その後とりあえず病院へと勸玄君を病院に連れて行ったことを報告。一夜明けたこの日、勸玄は起きてまして、かなり戻ってきてますよかったと回復したことを報告し、そして本当に休園日でよかった、今日は一日寝るそうですと呼びかけ、私も病院へと綴り、ファンからずっと舞台生活が続いているから蓄積された疲れがありますよね、どうかどうかお体大切に舞台頑張ってください、診断結果はどうだったのかな、インフルエンザでなければいいのですが、正念場乗り越えましたね、大切な大舞台乗り越えることができて本当に良かったです、カンカン頑張ってほしいけど無理のないように、カンカン本当に本当に持てる力振り絞って最後までお舞台を務めて頑張ったね、立派なプロの歌舞伎役者様だね、すごいですと様々なコメントが寄せられていました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。